どうも、ウィーケーチャンネルのケイスケです。動画13で胴縁を貼り終えていますので、今回は石膏ボードを貼っていきます。では早速参りましょう。第19回平屋住宅をフルセルフリノベーション。壁貼ってパテをこねこね塗り塗りやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ダイニングとリビングの間の上部とリビングの上部、リビングの縁側上部、縁側の上部は取り外したものをそのまま戻します。ダイニングの縁側上部は天井が上がっているので追加が必要です。ストーブの煙突周辺は新しく作り直します。ダイニングも天井が上がっているので追加です。あと以前はエアコンがこの位置にありましたが、仕切りを壊し天井が上がったので設置場所を変更したいと思います。壁を張る前にコンセントの移動と壁内の補強を追加しておきました。それでは石膏ボードを貼っていきましょう。はい、貼りました。壁がついて一段と部屋らしくなってきました。この辺りの壁には漆喰を塗りたいと思います。カモイの上には何か窓的なものを入れたいなと思っています。下の部分だけ新しいところは、投げ石があった部分を延長する必要があった部分です。こっちサイドも同様に投げ石のところです。新しいエアコンの設置場所はこの辺りになります。ここの部分は床を張り替えるため後から施工します。他の床に近い部分はこの後部分切除していきます。壁を張る前にスイッチやコンセントの電気工事は済ませておきました。ではパテを練り練りしていきましょう。パテは剥がした壁紙の裏を使ってこねます。壁紙は丈夫だし水が染みないのでおすすめです。2メートル分は捨てずに取っておくと良いですよ。使用したのは弥生科学のワイドスーパー60です。60分で硬化するタイプです。パテの粉 3.2kg に対して水2リッターを使用します。体表をどこかにメモしておくと便利です。これはパテの粉 1kg です。これより多いと混ぜるのも大変ですし、慣れない作業なこともあり使い切れずに硬化しちゃいそうでした。バケツに攪拌機を使えばこねも楽だと思いますが、用具の掃除が大変なのでずっとこの方法でやっています。混ぜ始めの時は本当に水はこれで足りるのだろうかという感じですが、中盤になるとちょうど良い粘度になってくれます。なのでちゃんと粉と水は計量すると何も考えなくて良いので楽です。ただ時間が経つと少し硬くなってくるのでちょっと水を足したりしました。
だいぶいい感じになってきました。メーカー説明書によると歯磨き粉くらいの粘度とのことでしたので、これは若干柔らかめかもしれません。こね上がりましたので早速塗っていきましょう。コテ台は以前漆喰塗りに使ったプラスチック製のものを使用しています。軽くて丸洗いできるのが良いです。ヘラは 0.4 ミリ厚のしなるタイプが具合が良かったです。ボードとボードの間の少し盛り上げたいところで、力加減によりこのしなりが絶妙な仕事をしてくれます。また非常に薄く鋭いので、パテ乾燥後にスクレーパーのようにパテを削り鳴らすことができます。ネジ頭のパテは終わらせてあります。パテは少量で良いので紙コップに 100g ほど作って、塗料を混ぜるヘラで塗りつけて、パテベラを寝かせて余分なパテを鳴らしております。乾燥したらパテベラでささっと表面を鳴らし削り取ります。少なくともネジ頭部分に関してはペーパー掛けはいりませんでした。この白い石膏ボードはダイニングの天井から外した再利用品です。17番の動画でやはり再利用はおすすめできませんと言っていましたが、それはこのパテ埋めの時に分かりました。ボード施工時はボードとボードの間の段差をこんな感じで若干盛り上げる感じで滑らかに仕上げますが、ボードを再利用するとこのようにさらに段差が顕著に出てしまいます。この段差を滑らかにしようとしたらさらにパテを盛るので、こんな感じになってしまいます。パテをしているときはうまく段差を滑らかにできたと思っていましたが、壁紙を貼ったら盛り具合が表面に出てしまいいまいちです。パテ作業完了しました。パテ埋めも結構大変な作業でしたが、なんとか次の作業に移れそうです。次回はいよいよ床作業を行っていきたいと思います。チャンネル登録、高評価、感想やアドバイスなどコメントよろしくお願いします。